こんにちは、たびにゃんです。今回はクレープハウス作る一橋学園店さんに行ってまいりました。多摩湖線沿線にあるんですよ。新小平の駅から散策がてらウォーキングを楽しみながら歩いてきました。今回はね、メニューも少し変わっていたし、何よりすごく驚いたことが一つあったんです。それは後ほどお知らせしますね。60分、大人1980円です。冷たいクレープにはすべてミニアイスクリームトッピングが可能なんです。とっても可愛い店内で、まず最初はお腹がペコペコだったので、すっきりとツナマヨレタスをいただきました。ツナって大好きなんです。ツナとマヨネーズとレタス、それにもちもちのクレープときたら美味しくないわけないですよね。クレープハウスつくるさんのクレープは米粉を使っているのでもちもちしているんです。しっとりとしているので甘さが控えめで、食事系のクレープにもよく合うんです。レタスはね、そこまでしっかり入っていて、とっても新鮮でパリパリシャキシャキしていて、ツナとマヨネーズはマイルドでさっぱりしていて、朝食にベストマッチです。2つ目は黒蜜きな粉をいただいてまいりました。この時ね、いつもはハサミを用意しているんですけれども、あまりにクレープハウス作るさん来るのが久しぶりすぎて、ハサミを用意するのを忘れてしまって撮影しているので手でちぎっております。黒蜜きな粉は抹茶のアイスがトッピングされていて、黒蜜ときな粉と生クリームがいい具合に調和しているんです。抹茶アイスは抹茶のほろ苦さが感じられて、生クリームはコクがあって、きな粉がね、底の方にまで振りかけられていて、黒蜜がコクがあって深い甘さがあって、これがいいアクセントになってるんですよね。ゴールデンウィーク中、サンシャイン通りの近くのクレープ屋さんでクレープを食べている若者が路上にちらほらといて、クレープ食べたいなってずっと思っていました。そうだ、クレープハウス作るさんに行こうって思いました。もちもちした米粉を使ったクレープ生地がいつの間にかやみつきになってしまいました。3つ目はアップルシナモン生クリームにチョコレートアイスをトッピングしていただきました。ミニアイスといえども、冷たいクレープすべてにアイスクリームをトッピングしていただけるなんて、なんて嬉しいサービスなんでしょう。チョコレートのコクがあってチョコアイスも美味しいし、シャキシャキと食感が残る煮たリンゴにシナモンってスパイシーで、煮たリンゴといったらシナモンは欠かせません。それに今回はチョコアイスをトッピングしていただきました。生クリームもたっぷり入っていてふっかふかなので、カスタードクリームが入っていなくても物足りなさは全く感じません。卵高騰の煽りを受けて、以前は生クリームとカスタードクリームが入っていたんですけれども、今は生クリームオンリーになってしまったんですが、こうしてミニアイスクリームをトッピングしていただけるので、アイスクリームの組み合わせによって種類が無限になります。しかもアイスクリームはバニラ、チョコレート、抹茶3種類の中から選ぶことができるんです。以前はあったシニア料金が今回は見当たりませんでした。4つ目にいただくのが
ブルーベリー生クリームバニラアイスです。ブルーベリーと生クリームとバニラアイスって、ブルーベリーの酸味とバニラアイスってやっぱり抹茶やチョコレートよりもシンプルなバニラアイスが一番よく似合うんじゃないかなと思ってバニラアイスにいたしました。バニラアイスはね、コクがあってクリーミーで甘酸っぱいブルーベリーにベストマッチです。ブルーベリーはブルーベリーの実も入っているんですけれども、ソースも美味しくって生クリームに程よく絡んで、これが美味しいんですよね。そして生クリームとブルーベリーのソースだけだったら物足りない感じがしてたんですけれども、これにミニアイスといえどもアイスクリームをトッピングできるので、アイスをトッピングしただけで数倍美味しさアップします。アイスクリームをスプーンですくって食べようって試みたんですけれども、少しずつしかすくえないのでガブリといただいております。アイスクリームが歯にしみるけど美味しい、クレープにアイスクリームをトッピングしていただけるなんて最高の贅沢、それを全ての冷たいクレープにトッピングしてくれるので、今まではちょっと物足りないなって思っていたブルーベリーや桃なんかも食べてみようと思います。編集をしている周りをラグドールの子猫が飛び回っているので、時々鈴の音なんかが聞こえますがご了承ください。5つ目は味変にペッパーチーズをいただきました。この商品以前来た時にはなかった商品かなって思います。ブラックペッパーとチーズが入っているんです。ブラックペッパーはピリッとパンチが効いていて、チーズはとろりとコクがあって、しかもこの商品ね、熱々で湯気が出てるでしょう。スイーツ系や食事系があるのも味変になって美味しいんですけれども、冷たいアイスクリームをトッピングしたクレープや湯気が立つほっかほかの温かいクレープがあるっていうのもバリエーション豊かでありがたいです。ブラックペッパーとチーズはもちもちのクレープの生地にとってもよく合っていて、刺激的でマイルドでコクがあってとっても美味しくて気に入りました。6個目にいただくのが桃シナモン生クリーム抹茶アイスをトッピングしていただきました。桃生クリームっていうのは以前あったんですけれども、桃シナモンっていうのは今回初めて見たメニューでした。抹茶のアイスクリーム何にでも結構合うんだなって思いました。抹茶でもチョコレートでもバニラでも冷たいどのクレープにトッピングしても合わないっていうことはないような気がします。煮た桃にシナモンが振りかけられていて、見た目はアップルシナモン生クリームみたいな感じなんですけれども、桃の優しい甘さを感じることができます。桃の果肉を感じることができて、マイルドでふっかふかの生クリームがより優しさを増しています。スパイシーなシナモンの味と香りが深みを添えています。桃シナモン生クリームだけだったらきっと選ばなかったメニューだと思うんですけれども、これにミニアイスをトッピングしてくれるので豪華さが増しています。食べ放題の時間は60分なんですけれども、クレープを焼いてくれる時間があるんです。特にホットのクレープは注文を受けてから焼くので少しお時間がかかりますと注釈がありました。それに加えて一般のお客様もいらっしゃるんですね。
この時には女子高生らしき女の子が4名入ってきて注文をしていました。にもかかわらず早くチョコアーモンド作ってくださって本当に感謝です。7個も食べてもうお腹もいっぱいになってきたし、お店もお客さんが入ってきたし、これ以上食べれなくてもしょうがないなっていう気持ちになっていました。一番最後に大好きなチョコアーモンド食べながら考えているところなんです。熱々のクレープなのでチョコレートソースはいい具合に熱くて、その間に挟まれたスライスアーモンドはしっとりとしているのにシャキッとした食感もあって、チョコレートとアーモンドってベストマッチですよね。クレープハウス作るさんに来たらチョコアーモンドは絶対食べて帰りたい一品です。一番のお気に入りといっても過言ではありません。もうこれでお腹いっぱいと思いきや、最後に酸味のあるピザも頼みました。このピザソースがトマト味で、ただただ酸味があるだけではなくて旨味があってチーズも入っているので、まさにクレープ版のピザっていう感じ。これもね、熱々のピザで湯気が出ているのがまさにごちそうです。話は違うんですが、子猫のナナちゃんよく食べるんです。まさに私みたい。朝と夕にカリカリに子猫用のウェットタイプも混ぜてあげるんですけれども、日中お腹が空くとかわいそうなのでカリカリフードも入れておいてあげるんですが、私が帰ってくるとなくなっているんです。そして夜もお食べになるので健康ですくすく育っています。健康が何よりです。新緑や玉子線と白い雲 by タビニャン。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは美味しいものをどんどん紹介していきます。気軽にコメント、グッドボタン、ご登録お願いいたします。また次回お目にかかりましょう。バイバイ。